全然寝れなかった。全然睡眠してない、やばい。アラーム鳴ったらポーンって起きたもん。おはようございます。全然寝れなかった。いや、昨日勉強がまず終わったのがめっちゃ遅い。 昨日は、半ばやったら多分12時までに、1時ぐらいに終わる予定やったんやけど、でも全然終わらんくって、終わったのが多分ね2時半とかで、そっから風呂入ってみたいな。風呂入ってで髪乾かしてアイロン洗濯してとかしてたら、あれみたいな、もう4時やんってなった。皆さんハートありがとうございます。でもちゃんと現代文終わりました。現代文終わった。イエ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 イ。しかも昨日めっきつい筋トレを、なんか全身使う筋トレみたいなのをしたから、その後にバタンキューってして寝ちゃった。すぐ寝ました。筋トレしたらすぐ寝れましたってか。アンナちゃんお疲れ、ありがとう。洗濯をね、お風呂上がってね、何、体拭いたタオルを洗いたくって、濡れたまんま放置っていうのが嫌だから、ちゃんとねお風呂に入った後、体拭いたタオルをちゃんと洗濯したくって、だからねお風呂上がるまでね洗濯ができないんですよ。睡眠時間2時間、そうじゃん、2時間ちょっとぐらい。そうなんですよ。だからね、そう、洗濯しないんですよ。もう自分のねルーティーンあるんですよ。ちょっと服着替えの できなかったから、ちょっと服着替えたい。服着替えたいですね。服着替えてもいいですか。スライスニオさん、カツハートありがとう。皆さん可愛い、ありがとう。まあみんなが着替えるなって言っても着替えるんですけど。 スライスニーさん、花ありがとう。着替える。で、めっちゃ体中筋肉痛なんですよ。はい、集中に着替え見せません。みんな見たいだろうけどね、ダメなんですよ。チクトクチクトク。みんな早起きしたんですね。ありがとうございます。でも今日は夜難しいかなって思います。明日も朝、明日は昼夜公演なので、集合時間もちょっとない。この前の山口とかよりは多分全然早くないと思うんですけど、なんか今日全然寝れてないから多分寝落ちしそう。たむたむさん、ハートありがとう。うん、みんなさんの着替え見たいだろうけどね。でもね、ほんまにね、ごめんな。サービスできんで。みんな見たいやろうけど我慢してな。うう、寒くはないな。めっちゃ嘘ついたわ、寒ないわ。よいしょ。今日はそのままレッスンに行くので、動きやすい私服。
いし服レッスン着としてもめっちゃ軽くて踊りやすい。かつこれで集合場所に行っても私服とバレない。これいつも最近よく着てるこの服めっちゃ楽なんですよ。ズボンこの前事務所行ったらまたお洋服が届いてたので持って帰ります。明日絶対持って帰ってくる。明日公演があるから。前は剣道のねあの稽古の時にねいっぱい洋服あったんですけど、剣道を稽古するところに大きいプレゼント持っていけないなと思って無理だったんですよ。だからプレゼント明日持って帰ってきます。朝、私の毎朝の日課です。まず起きたらこの枕と敷いてたやつはコロコロのける。で上に羽織ってた私まだ毛布かぶって寝とるんやけどさ、もう上にかぶってたやつはもう全力パタパタする。全力パタパタする。私ねまだ毛布です。エアコンつけて毛布かぶるならエアコンつけて寝るなよって感じなんですよ。なんかね全身隠れないと寝れなくって、そろそろねタオルケットにするんですけど、そろそろしないとマジエアコンもったいねえだろって感じなんですけど。おいしょ、はい終わった。お布団もう暑いでしょ、絶対暑いんだよ。タオルケットだよね。じゃあまだぬずぬずでしょったらウィーンって掃除かける。毛布で寝てる？家庭的です。そうなんです、めちゃくちゃ家庭的です。自分で言うのもなんですけどめちゃくちゃ家庭的な自信が。今日のコーデ、ちなみにこれファンの方がいただいたセットアップと、ファンの方にいただいた、もうね何回紹介したってぐらい、もう毎日でなんかお仕事とかなんか公演の時とかはもう絶対持ってるであろうトートバッグ。服に合わせてるんですけど、ちょっと黒とか白っぽい服を着る時はなんかアミウィンクの黒のねトートバッグを使って、なんか白とかベージュとかなんかやつはこのカバンを使ってます。ハロイあの春ヒロインさんのやつですね。素敵なプレゼントなんですよ。そう小島子さんのやつ。お腹空いちゃった。お腹空いてない。喉乾いた。あ、朝ごはんこんにゃくゼリーにしよう。昨日取れなかった。結局なんかね山口ツアーの時に山口ツアーの時にねもらっ差し入れであったんですけど、ご飯を食べないように私はしていたので食べてなかったんですよ。で持って帰ってたのでそれを食べよう。朝ごはん、あれね、わかる、めっちゃ可愛いですよね。たむたむさん、皆さんハートありがとう。おはよう。そんなビッグこれがめちゃくちゃ大量にあってちぶどうにしました。まず持ち物メイク用品、これはファンの人ないけど、この中には毎回持ち歩き充電器とポケット Wi-Fi と
あと iPhone8 使ってない iPhone8 入れてる。早い、今日お仕事あるので早いんですよ。あとは線。そう、朝からテンション高い。寝てないからほとんど2時間ぐらいしか寝てない。ほんまにアホやんって感じ。持ち歩き充電器って人、え、持ち充、モバ充か、モバイル充電器。前の iPhone、 前の iPhone はなんかポケット Wi-Fi が電波悪、調子悪い時になんかモバイル通信みたいなのでつなげて使うために。え、セタチャリ見たよ。セタチャリ見たよ。オンタイムで。私の声がうるさすぎて、え、ほんまに怖かったんよ、ジップライン。え、もうね、あそこのね、なんか乗る前はね、マジ余裕ぶっこいてたんですよ。モバイルバッテリーか。え、持ち歩きモバージュ、ギャップですね。エリアチェンしました。そうそう、なんかほんまに寝る前は、え、あれ意外と楽しいんじゃないとか言ってたけど、いや、そこのギリギリに立ったら怖すぎて、うわーみたいな、無理無理ってなって、しかもしゃがめんくって、はよなんか、はい、準備してくださいみたいな時にもうしゃがめんくって怖すぎて、うおー言ってました。ちょっとずっと声出てました。めっちゃ楽しかったです。激楽でした。でもね、マジでね、飛んでる間も実感、体感マジです、1秒とか。もうね、めっちゃ面白かったよ。なんかめちゃくちゃ回転がね、すごいめっちゃ回転しちゃって、うまく着地できないと思ってさ、ウォーってめっちゃ汗動かしとったよ。めっちゃ面白かった、めちゃくちゃ面白かった。え、もう一回やりたい。でもね、やるまでに時間かかる。それはそうです。皆さんハートありがとう。山口ツアーでいただいたやつを1週間越しに飲みます。ヘッドジャイナルと5月ってね、こうめっちゃ遠くから撮られてるんやけど、めっちゃそ、空一人めっちゃなんか動いとった、めっちゃうわーってめっちゃ動いてました。うん、これか。私の吸引力がなさすぎて全然吸えない。おいしい、うまっ。夏凍らせてもいいんだって。全然出てこない。逆で気になる、ならなら。セタちゃんの T シャツも買うか迷う。確かに3800何倍だったよね。それもびっくりした。セタちゃん早く見たいね。それな、みんなに見てほしい。1週間後やね。おはよう。それだけで体力なくなるよ、マジで。今日は何の夢も見ませんでした。来月超えるじゃないね。早起き早起きはお仕事なんですよ。そうさん、バラありがとう。前髪を下ろすヘアスタイルいいですね。嬉しい。全然何もノーセットだけど、ノーセットっていうかアイロン1ミリもかけてないけど。
アバターもらえない。おとといの夕方ソラハとすれ違った。え、先端分けね、一回したことありますよ。体熱い、いや、体熱いじゃないわ。気をつけます。自然に髪の毛サラサラ。うん、かな。ストッパーも何も当ててない、私は。なんか研究生の時はね、ストレストパー当ててたの。なんかアレンジできないし、すごい私クセっ毛だから、ストッパーした方がいいかなと思ってストッパー当ててたんだけど、もう何もしてない。しかも最近私オイルも塗らないんですよ。オイル塗ったらまた肌荒れて、ちょっと今肌荒れ期なんでオイルも塗ってない。髪きれい、嬉しい。エッセンシャルさん、そうです、エッセンシャルさんとコラボした STU の。私は出ていませんが、7人ではないですか。みんな誕生日プレゼント何くれるんですか。プレゼント欲しい、欲しがりマン。おはよう。顔綺麗やって嬉しい。愛をくれるの。髪長いのに綺麗でいいね。気持ち無理やん、絶対気持ち絶対無理やん。プレゼントあげるほどお金が、それあったらもう重すぎる愛をください。東京行き、プレゼント欲しがれま。ラブレターいいね、ほんまに書くやで。ほんまに書いてな、書く鍵詐欺したり書いてな。もしもやしとくらいのまとめ、いやいやいや、もやしぐらい自分で買えるわ。自分で買うのはちょっとなものにしようかな。あら、楽しみだね。どうしよっかな。重すぎる。愛あげる。よろしく。そろそろほんまに前髪切ってもらおうかな。もう伸ばすのもちょっとめんどくさ、なんかもうね、伸ばす前までだったらさ、アイロンプソンプソンプソンってするだけでさ大丈夫だったのにさ、ちょっと曲げるっていうやつをしないといけないから、すごくめんどくさい。前髪のセットに時間がかかる、許せない。小さいバッグとかいいか。おお、いいね。またあそこのここのバッグゾーンが増えますね。バッグいっぱいあっても足らないんですよ。服によってマジ変えるから。って言っても最近同じやつしか使ってないんですけど。何が欲しいか誰か伝えてくれたら。今空が欲しいのは。
家具、ベッド。あーちゃんさん、バラありがとう、ハートありがとう。今日曜日、今日曜日何す、曜日何する、話すか。どういうこと？今日曜日？来年の春に使えそうなバッグとか。のそんなバターが出ない。の重いバッグ。たまたまさん、ハートありがとう。そう、キャスキュー買ってからマジで一度も使ってない。あ、今日曜日か。それぞれさん、ハートありがとう。ベッド、スライスニアさん、ハート、ミルさん、ダルマリアと。キャスケットほんまにかぶったことない。買った意味って感じ。なんか前髪ある自分変、違和感ある。最近なかったから前髪が。初です、ありがとうございます。イエイ。靴めっちゃ嬉しい。スニーカー、日常的に使える誰かスニーカー送ってください。誰が送ろうかなって迷ってる方、ちょっと白ベースのスニーカー送ってくださると嬉しい。私スニーカーを持ってるんですけどね、もう白ベースじゃないんですよ。白ベースじゃない、もうなんかやばい色の靴しかない。いただいたやつとお兄ちゃんのやつなんですけど、もう両方とも使いすぎて、もう色変。スライスにそんなようなありがとう。靴箱は余裕ですよ。じゃあ入らなくなった靴もね、そのまんまにしとるんよね。25かな、 25.5 とか。確実に入れば 25.5。 25マジで物によるんですよ。衣装の25たまに入らんのですよ。そらはいろいろ回ってね。いや本当に皆さんにねいっぱいいただいてます。本当に生活がマジで潤ってます。皆さんハートありがとう。ハート、皆さんのおかげでね、すごい潤ってる。急に黙る。いやでも何かよく冷静に考えたらさ、人にプレゼントになるってどんな立場やねんってめっちゃ思った。それを考えたらめちゃくちゃ黙っちゃった。もう皆さんが送りたいと思って送る分にはめちゃくちゃ嬉しいけど、おねだりする分際なのかってなった。っていう考えで間がありました。ハートありがとう。スライスさん、皆さんめっちゃ可愛いスニーカーあるけど、値段的に引っかかるやつをどうにかして渡したい。じゃああれですね、全部バラして。でバラしておくる。ハートありがとう。スライスさん、キュン。いらないもの、いや、いらないものはないですよ、今まで送ってきた中で。マジで全部、素晴らしい。私が全部使うような。いつも言ってるからね、送るとしたら、実用的なものだとありがたいって。言ってるから、すごい皆さんもね、実用的なものをたくさん送ってください。一足ずつ。いや、ダメやろ。ダメだね、なんかさ、検討ランクで帰ってきそう。漢字辞典マジか。
もうマジか。18歳。そうだよ、やばない、18っすよ。やっば、大人やん。もう確実に大人料金やん。高校生、だって来年からさ、もう高校生とかじゃなくてもう大人料金や。やば。ガンダムでもいい？え、あれ？あそこは大阪におるダンガンダム？でっかい。漢字勉強用にノート、大学ノート、いやもうやだやだやだ、大学ノート嫌だやだやだ、妹に回すわ、妹の中学生のために、中学生やばっ、やばくね、高校生終わるやん。料金大事よ、金利は高く、金利は高くなるわ、きつい、今ではきついのに、もう行けなくなる。今のうち年パス買ってた方がいいってことじゃん。今学割で聞くし、安いし、いやもしかしたら年パス使えんくなる、大きくなったら、大人になったら。映画も高くなる、それな。やばいね。食べたらさん、ありがとう。あ、そろそろ終わろう配信。お仕事頑張って、頑張って、さんもお仕事頑張る。わかる、初期より全然今のは可愛い。それはもう自分の顔面には満足してないけど、昔よりかは可愛くなったなとは思う。選挙、もうそういう年か。ハートありがとう、スレイソン、ニャンさん、ナンさん、ハナありがとう。13位、テルボーさん、12位、エリックさん、11位、トマスさん、10位、ボビさん、キーマスオさん、8位、TT さん、7位、スーさん、6位、ヘルムビーゲさん、5位、ニアタリさん、4位、グリーンさん、3位、アーチャーさん、2位、スレイソン、ニャンさん、そして1位、ミラーさん、ありがとうございます。結構好きなの、嬉しい。マジで嬉しい。いただきまーす。嬉しい、全然可愛くないのに可愛いって。今日はなぜか前髪がある空派でした。まあ多分前髪は多分なくなると思うんですけど、分けて頑張ってきます。あ、そうだよ、今日オリンピック開会式だよ、オリンピック開会式だよ。うわ、セミがすごいよね。今から洗濯機回してじゃなくて掃除機かけて片付けてから行きます。帰ってくるの遅いかね。いや、なんか可愛い女の子、うわー、ありがとうございました。また来てください、バイバイ、ありがとうございました。昨日ふーさんが引用リツイートしてくださってたので、皆さんいいねとリツイートよろしくお願いします。ありがとうございました。もう16分もあったんで、おやすみ中、ありがとう、バイバイ、頑張ってね、お仕事の方、頑張ろうね。うおー。